私たちカッツグループは木材パルプボードの製品作りで100年以上の経験があります。当社のカッツディスプレイボードは店頭向けの画期的な環境保護素材です。当社は黒い森の地帯として知られるドイツ・シュバルツバルトにあります。木材パルプボード生産。当社の地元で環境を保護しながら生産しています。ドイツでのカッツディスプレイボードの生産は管理林。ここでは近くの黒い森、シュバルツバルトからのスプール材を素材として始めます。次に木材をタンブラーに入れて幹を回転させると、互いにすり合って樹皮が剥がれます。樹皮を剥がした木材を大型の採木機に入れ、破砕してチップにします。水と前回生産した時の残りを混ぜると、糊のようなメッシュになります。純粋の木材パルプです。中間の層を安定的でホコリが少なくするために、両側表面用に消費前の紙の残りからパルプを作ります。ここでメッシュにパルプをスプレーすると水が出ます。蛇口から小麦スターチと水の混合液を出すと、これが層と層を接着します。外部のメッシュコンベヤーです。パルプは水分を絞り出すシリンダーの間を移動します。さらに多くのシリンダーで乾燥させます。仕上がったパルプボードは巻き取られ、ラミネートができる段階になります。次の工程で木材パルプ芯材部の両側に紙をラミネートします。当社のラミネート機でカッツの木材パルプボードは2層の紙の間に入ります。上部と下部から紙がパルプの芯材部に接着されます。ボードはシリンダーの間に移動しプレスされます。すぐに使えるカッツディスプレイボードはシートに切断されパレットに積み上げられます。次の工程は優れた印刷と良好な切断特性に関してです。デジタル UV、オフセット、およびスクリーン印刷で優れた印刷結果が得られます。押し抜き切断、あるいはデジタル切断では、ボードは軽度の切断エッジのみを示します。高油ベースの POS 素材に対する環境に優しい代用品としての応用です。カッツディスプレイボードは最高品質の標識、テント型カード、装飾、ゲーム、その他店舗での表示ソリューション用の完璧な製品です。当社のすべての製品はリサイクル可能で環境を保護して生産され、木材、水、紙のような環境に優しい材料で作られています。それは持続可能な未来を考えながら廃棄物を削減することにつながり、最終的にはお金を節約することにつながるのです。